こんにちは、榎本豊です。犬加藤尺の使い方を説明します。中心のこの線と地の目線を平行に合わせまして、ここのラインが裾のラインとつながるところを見つけます。で、この裾のカーブが徐々にですね、この角につながっていくようなイメージでラインを引くと、前身の裾が角になります。これが、縫いやすいラインになります。ここが90度です。で、これに対して1センチ縫い代をつけて型紙をカットしてください。わずかな修正なんですけれども、これで縫い方が変わってきます。裾の、フライスの長さの計算の仕方は、この V の字で書き直した長さで計算をします。裾とで、かける 0.8 プラス2で、フライスの長さを出してください。最初に、前身頃と後ろ身頃の肩を脇を縫います。脇を縫います。両脇縫ってください。続きまして、フライスをまずですね、半分に、外表に半分に折ります。折っていただいたのを、ちょっと待ってください、持ち方があるんで、よいしょ、これね、外表に半分に持ちます。で、これを縫い代の端が重なるようにこう重ねます。こういう状態ですね。こうなっています。これで、端から5ミリのところを仮縫いします。慣れてきたら仮縫いはいらないんですけれども、最初は仮縫いをしてください。仮縫いができたらですね、端から1センチのところに線を描きます。端から1センチのところに線を描きます。で、交わるこの角を探します。この角はここの角から1センチよりも距離が長くなります。そのため端から1センチの線、端から1センチの線を描きます。で、これをですね、前身頃の前中心のところにもですね、同じように線を書いてみます。ですね、こうかな、ここですね。そしたらこの角と角を中表に重ねます。よいしょ、角と角を、角と角を中表に重ねます。角と角ですね。さらに生地の端と前身頃の生地の端も揃えて重ねます。このようにこちら側ですね。それでこの点から縫い始めます。はい、縫い始めます。この点からスタートしまして、返し縫いも点のところで止まります。この交わった点を越えて縫ってしまうと、表から見て、突っ張ってしまいます。まあ、変なね、たるみっていうかタックができちゃいます。こうやってね、で、縫い始めたら
いつも通り、全体を伸ばしていただいて、ね、全体伸ばして脇の縫い代は前身ごろ側に倒して縫っていきます。ちょっとずつ縫ってください。で、反対側の脇のところまで縫ってきたら止まります。で、止まりまして、身ごろのこの V の、先っちょに向かって前中心だけに切り込みを入れます。ここですね、ここに切り込みを入れます。で、切り込みの入れ方なんですけれども、真上から切り込みを入れたり、今縫っていってる方向右側から切り込みを入れると、この後の工程でこの先が裂ける可能性があるんですね。そのため、先に縫った方、こっちの左側から止まりに向かって切り込みを入れていきます。で、ギリギリまで切り込み入れるんですが、生地がほつれやすい場合は、3ミリぐらい手前で止めてください。このフライスは切らないで、身ごろの生地だけ切り込みを入れます。このように、これちょっと遠いですね、もうちょい近く、近くないと綺麗に縫えないんで、だいたい止まりから 2,3 ミリ手前まで切り込みを入れます。で、切り込み入れたらですね、また続きを縫っていくんですが、ここは少し強めに引っ張ってください。この引っ張りが足りないと、やっぱりですね、前中心にタックができてしまうので、生地を強く引っ張ります。こうやって今見ていただいても分かるように、ここ溜まっちゃうんですね、生地が。そのためグッて思いっきり生地を伸ばします。グーって伸ばして、で、縫い始めの位置で返し縫いを始めます。ここで返し縫いをします。はい、こういう状態になります。裏ですね、汚いですよね。で、ロックかけるときは角からこうロックをかけていきます。で、最後ステッチをすることによって、この汚い部分が隠れるので、この段階ではあまり気にしないでください。はい、ロックをこういう順番でかけてきましたので、最後の糸が伸びています。これを中に入れます。で、最後の工程なんですけれども、仕上がりの状態にこう今ですね、 V の字になってるんですね、もう。で、この状態だとこの汚い部分が見えてしまうので、これ、ね、裏返しの状態の方が縫いやすいんですが、手帳を表返しますね。ここです、この前中心のこの部分を返し縫いしてあげて、この縫い代はめくれないようにします。で、めくれなければこの汚い部分というのが見えなくなるので、それで隠すことができます。縫い目をですね、押さえの端に合わせていただいて縫うだけで結構です。で、糸の色、今あのグレーがついてるんですが、身頃の糸の色と合わせていただければ目立たなくなるので、それでいい、そういうやり方で縫っていただければと思います。
このように前中心ができました。でステッチをしました。そうするとここがめくれなくなるんですね。ここ縫われてしまうのでめくれないです。だから裏の汚いところが隠せます。で、V の字で縫っ作るそのメリットというのは、ラウンド丸い R の場合はですねフライスが立ちます。だけど、まあ、横から見ていただくと分かるんですけど V の場合は生地と同じ角度でフライスがつくので体にフィットするんですね。すごく手間はかかるんですがこのように何も飛び出てない状態に前中心はなります。おしっこがかかりやすい男の子の洋服はやっぱり V の字が向いてると思います。ぜひ皆さん作ってみてください。どうもありがとうございました。